マン・ハクネ。万長殿、今は取り込み中かな。万長、あざなは白寧、計略や罠など策謀に長けた人物である。若い頃は剣の役人を務めていた。その後、優れた才が集まる曹操陣営に興味を持ち仕官する。間もなく彼の志望が求められる事件が起きる。曹操の父曹操が徐州の刀剣の部下に撃たれてしまったのである。万長の頭にはすでに刀剣を追い詰める策略が描かれていた。おっと失礼。考え事をしているとどうも独り言が漏れてしまうようで、私に用かい？曹操殿にあなたを紹介しようと思ってね。へえ、純勇殿も行くのかい？意外だな。君は私と同じで一人で考え事をしていたいたちだ。私が殿に推挙いたしました。光達殿は一族でも傑出した戦。曹操殿に仕えても俺のすることは変わりません。ただ策を練るのみです。角家殿や純育殿がそこまで肩入れするとは。よし、私も曹操殿に会ってみよう。万長殿、人前に出るなら身なりを整えた方がいいかと。そうですね、そのように着崩していて。その真面目さは君たち一族の美徳だけど、小言が多いのは困りものだな。さて、そろそろ行こう。倒れ。よし、とっておきをお見せしよう。せいや、油断したね。全部お見通しだ。
せしよう。いいもの揃ってますよ。ありがとうございます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で、またお待ちしてます。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。毎度どうも。お主ら刀剣を打ち、女子を我が手に収めた。おのおのその才を大いに発揮せよ。おいおい、
いは避けたかったが、もはや覚悟を決めねばならぬようだ。憎しみに支配され戦を起こす、そのような男に助手は奪わせぬ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。支援で助手を踏み荒らすか。そうそう、貴様のような男に負けるとは。今はどのような組織の受けよう。それでもわしは進まねばならぬのだ。劉備にはちっとばかし手こずりました。劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。諸葛亮ら中心は劉禅を支え、国内の立て直しを図る。魏の侵攻を退けると憂いであった南中の制圧にも成功した。一方呉は医療に攻め寄せた蜀軍を撃退。諸葛亮より再び同盟を持ちかけられるとこれに応じた。すべては天下を目指す魏に対抗するためである。その間にも魏は内政に力を注ぎ国力を蓄えていた。来る五色との戦いに万全の体制で臨むために、合肥はたびたび呉の侵攻を受けておりますが、早急殿の差配でこれをことごとく退けております。呉軍の士気は下がり、こちらへの投降者も相次いでいるとのことです。分裂は父の挙兵時から戦場をかけてきた。そう簡単に負けはすまい。我が君。大事ない、風邪をひいただけだ。しかしたっとい恩になればご無理を。中達、内政の整備は急務だ。休んでいる暇などない。官室の鉄を踏むわけにはいかんからな。長公、職の様子はどうだ。職は南中を平定し国内も安定していますね。こちらが隙を見せればすぐにでも攻めてくるでしょう。ですが国内が安定しているのはこちらも同じ。職には付け入る隙。ならばあと14年は攻めだが、こちらも14年も奴らを野放しにはできん。早く奴らを滅ぼす算段。陛下、今は職よりも呉を警戒すべきでしょう。新たに大都督となった陸遜は周遊旅網に劣らない英才であるようです。ふん、そちらは14年もじっとしてはいないか。ならば中達よ、急ぎ受春に迎え呉の動きを見。では早速受春に向かうとするか。その件なのですが、芝居殿、気になる噂を耳にしました。何でも早急殿が呉の交渉、周法とともに
石邸を攻めようとしているとか。何？周邦は早急殿に7通もの手紙を送っただけでなく、目の前で髪を切り泣いてみせたそうです。己の心に偽りないことを示そうとしたのでしょう。早急殿は周邦のその振る舞いに同情し、彼の投稿を入れたと聞きました。あの御仁は人が良いからな。いや、人が良いというか素直すぎるのだが。はは、全くおっしゃる通り。芝居殿、この話少々引っかかります。石庭は伏兵を置きやすい地勢、深入りすれば敵に囲まれる可能性もあります。もし、確かに周邦の態度も怪しい。7通も手紙をよこし髪を切っただと、あまりにも念入りで芝居臭さすら感じるわ。まあいい、我らは当初の予定通り、ここで気をもんでいても始まらん。詳しい状況は現地で判断するとしよう。ああ、よかった。早急殿、ご無事で何よりです。救援、感謝する。だが、俺は皆に合わす顔がない。俺は愚かにも周邦に騙され、味方を窮地に陥れてしまった。早急殿、そう気に病まれることはありません。狡猾にも敵があなたのお人柄につけ込んだ。ただそれだけのことです。しかり。そしてまだ戦は終わってはござらぬ。今はただ多くの味方を救い、呪春を守り抜かん。満潮殿、上皇殿、感謝する。悔やんで足を止めるわけにはいかない。俺はただ敵中にかけ、この危機を打開するだけだ。周邦を信じてしまったのは俺の不明だからこそ、リクソンを倒し皆の信頼を取り戻す。よし、ここで防御態勢を取るのだ。武器を捨て、投降せよ。
状況を見せよう。で引いても偽装投降は成功している。義軍本陣は間もなく陥落するはず。敵将討ち取った。万長殿のご活躍しかと拝見した。ああ死ぬ気で守ろうか。これがいわゆる修羅場ってやつさ。どうだい敵将討ち取った。すごいな、さすがだ。敵さんも必死ってことかい。ここは退散しときますか。行くぞ、敵の要衝を落とすのだ。辛くても後退してはダメよ。皆を守るのが私たちの役目だもの。かかったね。こんな手もあるんだ。よし、ここで防御体制を取るのだ。無茶できないわ。せっかく優勢だったのにごめんなさいね。敵将討ち取った。素晴らしいご活躍、お見事です。追い詰められた者の強さか。ここは引くしかあるまい。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。なんとか窮地は脱せたようだな。思惑が外れて敵はさぞ悔しいことだろう。ああ。我が発想の勝利のようだね。五軍の勢い、燃え盛る炎のよう。うっかり城から出れば焼き尽くされそう。高校の憂いなく城攻めができてさせないよ。後方との連携がうまくいっているからですね。そちらに反撃の機会など与えません。とっておきの主君を孫悟が制圧します。優勢がこうも覆されるとは私の慢心が招いた結果です。よし、我が軍の勝利だ。汚名返上できたのは皆のおかげだ。皆のおかげで呪春を守ることはできた。だが俺は洛陽に帰り、士官殿から処罰を賜らなければならない。早急殿。洛陽より伝令、陛下が崩御されたとのことです。何だと、士官殿が。そんな。芝居殿、一体どうすれば。義弟崩御の報が伝われば、呉も蜀もその前に対策を講じねばならぬ。万長殿、呉への備えは任せてよろしいか。ええ、もちろん。すぐに味方を立て直し防衛線を引き直しましょう。俺は呪春を支持する。他の者は蜀に対する防備に回れ、至急長安へと向かうのだ。
報告によると孫権が10万の軍勢を率いてこの合肥新城に侵攻中らしい。笑えない展開ですね。合肥新城の兵の心情、察するにあまりありますわ。なんということだ。まともに当たっては勝ち目はない。石庭で大勝を得られず、向こうも必死ということだ。ここが包囲されるまでそう時間はかからないだろうな。満朝殿、一度呪春まで引き洛陽からの援軍を待たれては。うん、いや、やめておこう。なぜですか。将兵の命を守るには退却するのが最善かと。東の合肥、南の城陽、西の祁山は平家必争の要地。ここ合肥が落とされれば孫吾は中原への足がかりを得ることになる。そうなると困る、とても困る。だからこの地は絶対に渡せないんだ。確かにそうではあります。それに石壁の家系に石庭の義兄、孫吾にはこれまでかなり辛酸をなめさせられた。さすがの私も愉快な気分ではいられなくてね。君たちもここで大勝して皆の無念を晴らしたいと思わないかい。無念を晴らす旨、私も賛同しますわ。前を向いて進むにはそれも必要なことですから。この城は防衛のための改修を重ねてある。守備に当たっている将兵も優秀で申し分ない。なら時間は十分に稼げるはずだ。その間に私たちで手を打とう。力を合わせればこの苦境を脱するはずだ。友軍を助け、孫軍撃退の準備を整えよう。家計でもやろうっての。とっておきを置いてしまう。呼吸を止める資材。資材を失っては家計をなせぬ。あやつらを止めねば。しくじっちまった。この手で火を止めたかったんだが。はっ、俺を見て。お手置きをお見せしよう。なんとか資材を防衛できましたぞ。これで家計を実行できます。そういえば石庭の方で交戦があったとか。そちらへも援軍を差し向けましょう。我が発想の勝利のようだね。素晴らしいご活躍、お見事です。敵将討ち取った。これはこれはいつもながらお見事ですな。敵
迫る5分は家計で一掃しよう。急いで準備を進めてくれ。またしても破れると。この機会であったというのに。なんとか苦境を脱することができたか。皆に協力してもらった甲斐があったよ。家計の準備は整ったな。それじゃあ始めてくれ。あ、木だ。俺たちは誘い込まれたのか。ようやく五に雪辱を果たすことができたな。はは、胸がすく思いだよ。なんとこの戦力差を覆し勝利するとは。万長殿の勇気と希望は合皮心情の守護者として語り継がれるでしょう。私などただただ敬服するばかりです。かつての無念を晴らす大将でしたが、孫権もきっと戦慄したことでしょう。これでしばらくは後もおとなしくなるだろう。当面合皮の守備は私一人で十分だ。君たちは洛陽に戻って戦勝の報告をしてほしい。万長は罠と策を駆使して孫権らを撃退した。彼が設計を上奏した合皮心情は孫吾の大軍をものともしなかった。万長の名は孫権の心に深く刻まれることとなる。太鼓を立てた後も万長の探求心は尽きることはなかった。彼は今日も新たな策や仕掛けの開発に勤しむ。あの楽しげな笑みを浮かべながら。この罠は諸葛亮の赤兵八陣を元にしています。敵を惑わす構造は踏襲しつつ改良を加えました。ほう。ああ、うっかり壁などに触れないようご注意を。仕掛けが作動してしまってはことですので。うん、そうだな、気をつけるとしよう。通路そのものにも趣向を凝らしました。奥深く入り込んでしまえば脱出は困難です。この複雑な経路にお前の罠が合わせれば五軍もたまったものではないだろう。ところで我々はどうやってここから脱出するのだ。この罠の弱点を見極めるため、芝居殿に
脱出を試みてもらおうと思っていました。いいだろう。我が希望を持ってお前の自信作を暴いてやる。楽しみにしています。我らの未来のためにもぜひ華麗に解き明かしてください。